자리 겸 休んだ方がいいんじゃない？いや、もう2日も休んじゃったし、これくらいだったら行かないと。すいませんでした。すぐに弁解をしようかと思ったんですが、なんて言ったらいいか、すごいいろいろ考えてしまいまして、そしたら逆にタイミングを逃してしまいましたというか、本当にでも悪気はなかったんです。窓が開いてたもんですから、不用心だと思って本当に言ったら、お詫びの印というわけではないですけれども、今度我が社のそういう健康補助ですとか、もちろん栄養面でも役に立つ。それから数日後、岸川さんは薬を持ってきてくれたのです。置き薬って初めてなんですけど、便利なんですね。スマホで値段とかもう全部わかるし、持ってきてくれるし、使った分だけ払えばいいし。そうなんですよ。なかなかこの辺りだとまだまだ存じの方が少なくて、だから私がこうして利用している理由の一つもあるんですけど、ぜひこちらのパンフレットも、それからインターネットでも使い方ですと
間の夫とのエッチはもちろんなし、岸川元の元気な時にまた